マイナス10キロ痩せる卵ダイエットをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひ受け取ってくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。1つ目です。なぜこの卵ダイエットに取り組むと痩せることができるのかというそのポイントについてお伝えしていきます。はい、ポイントは3つあります。1つ目です。腸内環境を整えることができるからなんですね。これは根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるからになります。そして2つ目です。栄養価が高いからなんですね。やはりダイエットに成功をするためには栄養がしっかりと取れているかいないかが分かれ道になるわけですよね。成功するその時にこの卵ダイエットをしますと一気にですね、もうほとんど全ての栄養が取れてしまうということでおすすめなんです。では最後3つ目です。脂肪の吸収を抑えてくれるからなんですね。そう、もうこれ以上脂肪をため込まないようにするっていうのがとっても大事になってきます。では2つ目の項目です。何をということで今回はこの卵ダイエットに使う材料があります。2つあります。1つ目はもちろん卵ですよね。これはですね、食物繊維とビタミン C 以外の栄養素が卵全部取れるんですよ。これすごくないですか。なのでよく完全栄養食品と呼ばれています。ですから卵プラス食物繊維、お野菜系とかネバネバ食品ですよね。オクラとか里芋とか海藻とかプラスビタミン C を一緒に、例えばドリンクでもいいと思います。レモン水とかね、そういったのをセットにされるともう完璧に全栄養素が取れちゃうってことになるんですよね。そしてまた1個あたり 50g、卵もね、いろいろ大きさがありますよね。 M、L、S サイズとかですから、平均的に1個 50g だったとしたら1個あたりがもう低カロリー 76kcal ですし、なんといってもタンパク質がすごいんですよね。1個で 6.2g も取れてしまいます。そして太るもと炭水化物、糖質ですよね。これはたったの 0.2g しか入っていませんということなんですね。ですからやはりダイエット向けの食品ということになります。そして2つ目の材料はこちらです。塩麹になります。私は手作りしてるんですよね。もう簡単、私はですね、乾燥の米麹と天然の良質のお塩と天然水を使って、このたった材料3つでね作ってるんですけども、もちろんね作っていますという方もいらっしゃると思いますし、どうしてもそういったものがね作る環境じゃないっていう方はスーパーでも、例えば無添加だと無印さんとかでもね売ってると思うんですけども、そういった良質の無添加の塩麹を選んでくださいね。でこの塩麹っていうのは何ぞやということなんですけどもね、要は発酵した調味料なんですよ。発酵ね。ですから発酵調味料っていうことは、一旦もうその食品が体に入る前にもう発酵してくれてってことはですね、腸の仕事がもう一つも二つもね減っている状態で入っていくってことなんですよね。要するに腸の仕事量が減るんですよ。なので腸の立場からしたら、うわー楽ーってなるわけですよね。例えばいかがですか、何かこう仕事を頼まれた時にお願いしますって言われて嫌じゃないですか。もう帰ろうと思ったのにってな時に、その方がいやでも下準備はもうこれもこれもできてますと、あとはチェックだけでいいんですとか言われたら、ああいいよって思いませんか。そんな感じなので、腸の仕事をいかに減らしてあげれるかっていうのはやっぱり痩せる近道になるわけですよね。ですから私は普段使うのは塩の代わりに塩麹、醤油の代わりに醤油麹とかですね、発酵しているものを使うようにしているんですね。でまたその塩麹は酵素がたくさんね含まれていますから、この酵素がね大事なんですよね。私たちは酵素がないと死んでしまいますよね。食べたものを消化吸収、分解できないわけですから、やっぱり酵素ってめちゃくちゃ大事。そこをしっかりと補えるということ、そしてオリゴ糖も含んでますから、これはですね腸内環境を整えるための材料になるので、ここも丸ということになるんですね。
はい、では3つ目の項目です。どのようにということで、今回はこのさらに、まあ、卵ダイエットいろいろあると思うんですけれども、私は腸活ダイエット の、まあその指導者としての立場からですね、これいいよっていう卵をお伝えしたいと思います。この項目では材料と作り方と、そして卵ダイエットを成功させるコツ、食べ方ポイントですねをお伝えして終わっていきたいと思います。ではまず材料ですね。ここにも書いてますが、卵かける発酵食品ということで、これがポイントなんですよね。タンパク質と発酵食品を掛け合わせるとダイエット食品になるということなんです。材料1個分です。ゆで卵を1個準備してください。あと塩麹、まあ、手作りだったり市販のものでもいいんですが、無添加でお願いします。大さじ1、そして保存袋を1つ用意しましょう。そしてこの保存袋に、まあ、ジッパーですよねがついてるような、まあ、ビニール袋でもいいと思うんですけども、まあ、気をつけてくださいね、漏れないように。そこにゆで卵と塩麹大さじ1を入れて一晩冷蔵庫で置いたら完成になります。はい、ここでちなみに私が普段使っているものをお伝えしたいと思います。こんなねジップ袋ですよね、このピチャッと封ができるものに、この卵ですよね、これをちょっと殻を剥いた状態で入れて、あとはここに塩麹を大さじ1入れて、まあ、ちょっとすいません、もう剥いてないですけどね、まあ、剥いたとして入れて、でここに塩麹を大さじ1入れて、まあ、よくほどよくねこうやってまぶして、ちょっとすいません今日ねこのサロンに塩麹持ってこれなくって、口頭での説明になりますけど、なんとなくイメージ湧きます。でこんな感じで一晩置いたら美味しい塩麹卵、ダイエット卵の出来上がりということになります。はい、ではここから最後にこの卵ダイエットを成功させるコツ、食べ方ポイント、タイミングについてお伝えしていきます。あのダイエット効果としては、卵ダイエット、まあ、腸内環境が整いますよということ、先ほどの卵をかける発酵食品のね塩麹卵ですね。そして冒頭でもお伝えしましたが、とにかく食物繊維とビタミン C 以外の全ての栄養素が卵1個で取れちゃうってことですので、ぜひ食べてみてください。そして血糖値の急上昇を抑えてくれる効果がタンパク質ってあるんですよね。なのでポイントは、お食事をスタートする前、食前に先ほどの塩麹で漬けた卵を1個、1日1個食べましょう。あの毎食は食べ過ぎですね。朝昼晩毎回毎回ね、1日卵も2個も3個もっていうの食べ過ぎですから、どこか例えばそうですね、ちょっとこうボリュームがあるようなお食事、ちょっとカロリー高いなとか、お食事ってどうしようっていう時は、まずはこの食前に1個、先ほどの塩麹の卵を食べていただきますと、この太るもと、血糖値の急上昇イコール脂肪を溜め込むっていうその状態をグッと抑えることができますので、ぜひどこか1日1個お食事前に召し上がってみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は食べて痩せる、まあ、卵ダイエットということで、良質のタンパク質×発酵食品ということでお伝えしました。ぜひもう簡単にねできてみる、めちゃくちゃ美味しいので、すぐに作ってみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。